お待たせしました。第2試合選手入場です。トンチャスタート赤坂ドリブンズ園田健。大逆転もお手の物、もうなんなんは封印です。全く新しい景色を新生ドリブンズで見るために、さあ行こう、いざ個人4連勝チャレンジです。なんちゃスタートチームライデン黒沢咲、たくさんたくさん我慢している今シーズン、でも私は知っている、その先にたくさんの喜びが待っていることを。さあ今夜こそ初勝利でみんなで祝杯をあげましょう。シャーチャスタート角川桜ナイツ岡田さやか。第一試合は遥か彼方の瀬戸熊を最後まで追いかけ、価値ある2着をもぎ取りました。でもダメだ、まだ満足できない。トップを求めた桜の姫が再び戦場へと降り立ちます。レーチャスタート渋谷アベマズ大井隆晴。みんなが思っている以上に俺はみんなのことを知っている。 M リーガーは全員研究対象、全てのデータベースを用いて卓上を支配する。麻雀星人今宵も降臨です。そして岡田の親番です。トンの3曲ドラはシャー、だから数万切ってあるからカンチーマンっていう理由もゼロではないと思うんですけど、そっちがメインではないので、だってパーマン切ってリーチすれば、ね、ペンチーマンとかも読み筋に入りますから、なので結局ね、最終的にパーマンだから、はい、そっか、なのでもうあちらの方が自信があったってことですね。いやでもそれは実際山に全部残っていた、はい、ただ何がいたのは麻雀、そういうこともあるよねぐらいの気持ちですよね。うん、いやでもこれは大きな3600でトップ目に立った岡田の親番です。黒沢はちょっときつい親かぶりになってしまいました。さあ今回はいかがでしょうか。親の岡田二メンツ他も整ってきました。なんちゃの大岩、あ、ここもいいですね。早くもいいシャンテン。シャーシャの園田、ここは3、4、5の3色なども見えるか、白も重なって盤石の体勢です。パンパンに行きました ね、 ここ は、 ね、はい。そして黒沢4枚目のチースを引き入れて、これは老朽村の受けがしっかりとできました。松本さんの三蔵と同じですよね。あ、そう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 、あのチーソーを左側に3枚持っていってもらえれば、はい、と言っていたらもう大井のリーチが入りました。キューピンとウーソーのシャンポン待ちです。早すぎる。ウーソーは園田が1枚、ただ赤ウーソー残ってます。キューピンが黒沢に浮いてる。山に1枚、いやこれはリーチが早すぎる。ヒットも少ないので、うん、黒沢のキューピン結構危なく見えません？だいぶ危ないですね。攻めたら出ちゃいますよねこれ。もうなんなら次みたいな。うん。壁頼ってパーソー、完全に降りたいならパーソーなんですけど。あ、でもドラのシャア持ってきた。あ、じゃあパーソー柄になるのかな。でもこの延命次困っちゃいますよねまだ、うん、どうするんだ。黒沢さん結構強気なタイプなんでキューピンから行くと思うんですけどね。ここでキューピンでも何ら不思議ではない。大井の上がりです。浦さん、はい、なんということでしょう。打ったキューピンで浦さんリーチ赤、浦さんの8000点。きつい。黒沢にとってはちょっと目を丸くしてしまうような本当にきつい展開、うん、大井は嬉しすぎる浦さんをゲットです。まあ、昨年ちょっと大井さん珍しくちょっと調子良くなかったですけどね、はい、今季はまた憎たらしい大井ガールが戻ってきましたね。戻ってきましたよ。いや今日もね2着はもう腕で取るよと言ってましたからね。大和証券 M リーグ2023-24 シーズン、本日2戦目を終えた選手の声をお届けいたします。まずは4着となりましたチームライデン黒沢咲選手にお話を伺います。はい、対局お疲れ様でした。お疲れ様でした。さあこの試合も苦戦を強いられたなという印象ですが、戦いを終えていかがでしょうか。はい、ちょっとやっぱりあの大井さんに打った一番がすごく反省してまして、なんかこうちょっと怖い気持ちみたいなのに負けて1万2万っていうふうに打って
打てなかったんですよね、うん、2万から先に打ってしまったところで、まあ、それがすごく好きになってしまって、まあ、そこからかなり苦しかったですし、うん、やっぱり岡田さんのね、あのカンチーマンも、バイマン親かぶりがハネマン親かぶりみたいな感じで、うん、苦しいのが分かっていたので、なんでしょう、その1万があの時点で当たっちゃったらもうアウトなんですけれども、うん、きちんと、守備というか、うん、をしつつ強い気持ちで打てたらよかったんですけど、ちょっとそこがすごく反省しております。第4局大井選手に7700の方順になった局面、はい、ということですが、まあ、ただ本日はもう黒沢選手らしい上がりだなというのが何局にありました、はい、坪田陽三色ドラドラ、ここはやはりもう黒沢選手らしく手応えあったんじゃないでしょうか。そうですね、もうちょっとリーチに行けるような状況じゃなくて、やっぱり自分の中で、まあ、多分リーチに行かなくてもなかなか出ないとは思ったんですけれども、なかなかこう上がりに結びつかないことも多いなと思って、まあ、何パーセントかでもやっぱり上がれる確率可能性を高めてぐっと我慢した方がいいかなと思って、まあ、最後のツモにいてくれたのでそれはすごく嬉しくて、そこから行けるかなと思ったんですけれども、ちょっと苦しかったですね、はい。今シーズン非常に苦しい戦いが続いていて、はい、まあ、今お話ししていて、まあ、ちょっと本当気持ちというか苦しいっていうのがすごく伝わってくるなって今思ったんですけれども、はい、心境としては今どうなんでしょうか。そうですね、なんかこう自分らしい気持ちのいい負け方じゃないような、うん、ハンちゃんも結構多くて、ちょっとモヤモヤしてるところは正直あります。ポイント的には他のチームメイトがすごく頑張ってくれてるおかげで持ちこたえているんですけれども、なんかこうしっくりこない、まあ、どっかで来るとは信じなきゃいけないんですけれども、そうですね、はい。視聴者の皆さんも黒沢選手のセレブ麻雀非常に楽しみにしていると思いますので、はい、ちょっと次の試合に向けて一言いただいてもいいでしょうか。はい、皆さん今日も応援ありがとうございました。1回戦目で兄貴が本当に気持ちのこもった素晴らしいトップを取ってくれて、なんていうか私に弾みをつけさせてくれようとしてましたし、他のチームメイトもなんかこう私が戦いやすくなるようにってすごく頑張ってくれてます。そういう中でそろそろ目を覚まさなきゃいけないなと思っていますので、どこかのきっかけで必ず浮上していきますので、このまま応援をよろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございました。いかがでしたでしょうか。この動画を楽しんでいただけましたら、高評価、チャンネル登録をお願いいたします。また、この曲が見たい等のリクエストもお待ちしております。それでは、また次の動画でお会いしましょう。